ました。さてっと、あれ、これ最近調子悪いんだよな。よしよし、おお、お千代さんか、懐かしいな。いろ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 先見られるの。はあ、人生いろいろか。よっしゃ。長い人生いろんなことがありました。うん、そしていろんな人と恋をしました。恋ね、してないね。東京都葛飾区柴又の田中寅さんからのリクエストは島倉千代子さんで、人生いろいろでした。懐かしい昭和の名曲をお送りするあなたの心に音楽を、月曜日から金曜日までお昼2時から4時までの2時間生放送でお届けしています。いつも聞いてるよ。本日も私木村拓海ことキーボーが懐かしい曲とともにあなたの思い出や悩みをお伺いしております。さて次は、うん、大阪市中央区のター君からのリクエスト、竹内まりやさんで命の歌。あれ、キーボーこんにちは。こんにちは、毎日楽しみに聞いています。お、ありがとね。いつの頃からか僕は人に言えない愚痴や悩みをキーボーに向かって一人で話すようになりました。やっぱ俺だ。たーくん、君の心の声聞こえてますよ。なわけないよね。今日は君の悩みを一緒に解決しようじゃないの。ってことで、こんにちは。うわあ、来ちゃいました。うわあ、そんな大きな声出すとみんな来ちゃうよ。なんでまあ落ち着きなよ。ほいほいほい、うん、こんにちは。こんにちは。今日は君の誕生日だろ。はあ、だから僕からのサプライズプレゼント。でも、うん、なんで知ってるの。うん、君のことは何でも知ってるよ。このところ君はなぜだか生きていることの意味を考えてるだろ。今ここにいること、そしてこの先どこに行くのかをずっと考えてる。それに毎日見る昔の夢。ああなんで知ってるの。だから言ったろ、君のことは何でも知ってるって。神奈川県横浜市出身、身長169センチ、体重年齢好きなもの、僕のラジオ番組昭和の歌、見かけによらず肉食系、苦手なものゴキブリとドドメイ、趣味はアクセサリー作り。それからなんだっけ、聞いてるラジオを心の声はいつも僕には聞こえているのさ。本当の自分は何を求めて生きているのかを探してる。夢の中もいつも聞いてるラジオ、心の声はいつも話しているさ。本当の自分は何かに追われ怯えているのさ。分かりたい、それが何か。よし、分かりたい。今時に落ちてる、これは夢か現実か、そんなことはいいから、心の扉の鍵外し飛び出してみようか。何が始まり何が変わるのか、大切なものは何か。その調子探し続けている。